ゆらりです。ももかです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい。今日の企画は、女子中高生で流行っている流行語を1位から5位まで当てていきゲームです。はい。じゃあ今からね、ちょっと当てていこうか。ね、女子中高生だよ。私たち入ってるよ。なんだろうな。流行ってる。じゃあゆらりからどうぞ。ナイター。正解。うわ、やった。あのさ、昨日家に特大のゴキブリが出たの。泣いたー泣いたー泣いたー。はい、じゃあ次何か。次、じゃあなんとかの極み。あーへー、ごめんなさい、もういじめる。ゆらり、あげみざわ。やった。ゆらり1位。あ、1位でしたよ。今度さ、ディズニーにね、ピンクラテの4人で行くことになったんだって。あげみだー。あーどうしようかな。それな、それなは普通すぎか。じゃあそれな。あーいいよ。じゃあいい波乗ってんね。やった。第5位です。あー、隣な、あなたもいい波乗ってんね。すこ。あー、入ってないです。なんかわかんない。どうし、あが始まる。ありがとう。ありがとうの意味。ありがたみ。あー、でもちょっと近くなってきた。あざます。あざま、まだあざま知らないかもしれない。あれはちょっとわからない。じゃあ正解は乗れてない。あざまむすみさんです。ひまるすみさんはいます。第4位当ててください。はい。なんか第4位ツッコミ。なんでやねん。芸人さんが言うツッコミ。最近テレビいっぱい出てる。出てる。誰？ロケが面白い芸人さん。え、男の人。男の人2人。え、なんだろう。正解は癖がすごい。ああ、言うです。言うです。癖が強いんじゃ。これで以上です。以上でございます。はい。ここ中合っていたのが3個でした。で、私は一つも当てられなかったです。あれ濡れてないよ、私たち。はい、というわけで最近の女子中高生の流行りの言葉はベスト5でした。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。